伊予鉄道も、230軽電車は、伊予鉄道の路面電車車両。モ三30.31の2両が在籍していたが、共に2007年3月31日付で、廃車除籍扱いとされた。モ二30は、自社工場制。モニ31は、元と佐電気鉄道の300系3 0 0三3 1 2号であった。伊予鉄道も、230軽電車も、2301952年。 自社小町車両工場で製造された。廃車となった二軸車のブリル21位遺体車の上に1.5メートル四方の乗務員室を設置した一つ車体であった。製造当初は木造車体で、終電装置はビューゲルであったが、後年になって反抗性車体に改修され、モハ50型と同時期にビューゲルが Z パンタに交換された。当初は、 間で客車の改装に使用されていたが、伊予鉄道線の全面電化後は、小町車庫工場の入れ替え車となった。あんたの入線に伴い、1990年に運用を終了した。廃車後、小町車庫西側の独立した線路に、ぼっちゃん列車の二軸客車一両と共に放置されていたが、2014年頃に、 栃木県那須か須山市の中川清流鉄道保存会に引き取られて修復が進められている。1954年に土電3 0 0系3 1 2号として自社工場で製造された。300型は7型を新製車体に乗せ替えて製造された車両で単車ではあるが、デザイン的には同社の200型と同様東京都電6000型をモデルにしている。 1971年に廃車となり、伊予鉄道に転入した。伊予鉄道では転入後、車体上部を取り払いばな電車用としたが、松山市では、花電車を運行する機会が少なく、数回使われた程度で、1991年に、伊予鉄、総合20周年記念として運行されたのを最後に、使用されなくなり、2006年12月に、廃車解体された。 空気ブレーキを装備していた。ありがとうございます。